極上のミッドシップ軽トラ、アクティトラックとモトコンパクト。北米のカーオークションサイト、カーズビズにて、ホンダの軽トラック、アクティトラックと電動スクーター、モトコンパクトがセットで出品され、2024年3月14日に2万900ドル、約300万円で落札されました。アメリカでは近年、 中古の軽トラックの人気が高まっています。日本独自の企画で開発された軽トラックは、農作業だけでなくカスタムベースとしても注目されています。アメリカでは右ハンドル車の輸入は原則として、認められていませんが、25年ルールというクラシックカー登録制度により、 車齢25年以上の車は自由に輸入が可能です。アクティトラックは1977年に初代が登場し、ミッドシップレイアウトやモノコックボディなど、他メーカーの軽トラックとは異なる個性を持っています。今回落札されたのは排気量が 550cc から 660cc にアップされた2代目後期型。 1998年式のスタンダードな SDX グレードの 4WD5 速 MT 車です。走行距離は約 27,100km で、純正カラーで再塗装されたばかりの外装は非常に綺麗で、内装も多数のカスタムが施されています。フロントガラスの上にはバハデザインのライトバー。 荷台には自転車ラックやタイダウンブラケットが装着され、小さなレジャーカーとしての趣があります。コックピットは黄色のシートベルトがスポーティーな雰囲気を演出しており、足回りにはフロントに車高調が組み込まれ、円形の14インチホイールには、グッドイヤーの高性能ラジアル、イーグル RS スポーツを装着。 排気系もワイルスインのステンレスエキゾーストシステムに乾燥されています。このアクティトラックに付属するモトコンパクトは、初代ホンダシティと同時発売された超小型の折りたたみ式原付バイクモトコンポを現代風にアレンジし、昨年ホンダが米国で発売した電動スクーターです。ハンドルやシートを折りたたむと、 長さ約 742mm× 高さ約 536mm× 幅約 94mm のコンパクトサイズとなり、車載はもちろん手で持ち運ぶことも可能です。満充電での航続距離は最大約 19km で、車載充電器が標準装備されており、バッテリーは約3時間30分で充電できます。 アメリカでは995ドル約15万円で販売されています。アクティトラックとモトコンパクトのセットは3月7日に500ドル約7万4000円で入札が開始されその後26件の入札があり2万900ドル約300万円で落札されました。かつてシティとモトコンポは 4輪に2輪を車載するというユニークな販売戦略で注目を集めました。今回のオークションで落札されたアクティトラックとモトコンパクトの新たなコンビは、取り回しの良い軽トラックと市街地で便利な電動スクーターの組み合わせとして、新たなオーナーの下でも活躍が期待されます。